私があんたのいい人でよかったね。ひとまずあんたは賭けに勝った。でも私が賭けたのはここからだから。じゃあ戦闘入りますね。はい、やせっかくなんでもう今兄使ってます。おー、今回主人公、自分はオリジナル主人公なんですけれども、こういった形でいろいろなキャラクター、プレイヤブルキャラクターとして使えますので、そこら辺はご安心いただきたいなと思います。助けに行った方がいいね。お、これが奇襲攻撃です。奇襲だ、いけー。お、速い。おー、すごい。奇襲攻撃はですね、見つからないように、はい、一定時間見ることによって発動できる技なんですけれども、その間に見つかると反対に巨人がすぐ怒ってですね、向かってくるという、リスクがある技ですけれども、うまくいくと非常に強いという技、アクションシステムになります。ダメージもいっぱい当たると。そうですね、はい。ただちょっとブレードとガスが結構減るっていうのもあるんですけれども、ただ一撃必殺技にはなります。さっき言ってたみたいに、巨人の気持ち悪さ増してますね。そうですね、それ、巨人も怒ってこうやって突っ込んできますので。怖い。いやジャンプしますよ。これはひたすら逃げるんですか。そうですね、一定時間逃げ切ると、通常時に戻るのと、あとは閃光弾打つと、そうですね、戻ったりと。あ、はい、打ちましたね。戻って、すごい、かっこいい。なので今回はいろいろ、前作もからあるアイテムなんですけども、うまく使いながら進めていただければいいかなと思います。本当に左下にアイテムのアイコンがあって、あれを使える。今こう飛んでるのは味方ですね。あ、上に青いんだ。おお、びっくりしましたね。頭から食べ、噛みついてくるみたいなことができるんで。狙いに行くよりやっぱこうやって部位を測ってた方がいいですね。上手な方は直接狙っても大丈夫ですけれども、ちゃんと狙わないと入らないので、今見たくずれちゃってしますので、シビアですね、結構ね。そうですね、手足止めてからのが、はい、今のがほかほかちょっと今網ずれてますけど、これはちょっと直します、はい、開発中ですからね、はい、はい、ああいった形で捕獲した巨人をちょっとコレクション的なね、はい、実際どう使うか巨人コレクション、ちょっとどこまで行っていいのか俺もそこ分かってないんだけど、実際どう使うかは後の後半の方でお話できます、はい、後半お話します。こうやって足をチョコレート、なるほどね、チョコレね、いいな。おお、また新たなコレクションが、ポケモンじゃないですけど、こうやって巨人を捕まえていくといいことがある。巨人ゲットだぜっていう、ちょっと誰かに怒られちゃいそうな気がしますけど、いろんなとこから今怒られそうな、いやいやいや、攻めるぞ、すごい。そうですね、今2体も捕獲しましたもんね。そうですね、あっという間に。でもなんか違うゲームになってるから、そうそう、そうですね、ちゃんと巨人倒さないとダメです。あ、だって回避のやつ技まだ見てないですもんね。そうですね、難易度がそうなんや。わざと出してないですよね、回避は。あ、ね、失敗したら何言われるかっていうところ。早い、ね、小型の巨人は移動が早いんで、はい、ちょっと注意しないとダメです。あ、来た来た、あ、怒ってます。反撃しろ。おっと、ね、今回結構ちゃんと当たり判定見るようにしましたので、はい、結構ワイヤーが外れたりしますので、そこら辺はうまく周りをの邪魔者を見ないか見ながらやっていただきたいなと思います。倒しちゃいます、はい、空気読んでくれる巨人をね探して。そうですね、なるほど、大きい方がいい。確かに、まあ、待っててもしょうがないんで、ちょっと他の、あ、なるほど、要素も見せて、はい、ちょうどここ、いい場所もあるんですけど、今回ですね、拠点がね、ですね、戦闘中に建てられてですね、まあ、ここから、まあ、補給物資を得られるとかですと、例えば、こうやって砲台を作るとですね、自動で巨人を攻撃してくれる。本当だ、前回自分が乗って撃ってたんですけども、今回はこういった形で、はい、
めっちゃ、あ、撃ってます、弾撃ってますよ、砲台が。本当だ、弾撃ってます。この拠点自体をですね、あのどん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 あの日常パートのパワーアップすることができるんで、まあ、今こんな感じですけど、もっと砲台、砲身が増えたりとか、そういった要素もありますので、そこは成長要素の一つとして。周りの NPC たちもめっちゃ頑張ってくれてますね。すごい飛んでますね。味方にも指示出してね。そうですね、ちょっと今仲間がいないんで仲間連れてきますか。そうですね、仲間をダイナいろいろこういうゲーム内で、まあ、達成すべきミッションみたいなものがいっぱいあるんですね。それを達成することであの強力な仲間があのついてきてくれるようになったりします。いろいろ上がってますもんね。サシャ助けて、サシャを助けて、サシャを助けて、助けましょう。誰か手を貸してください。何が突進してきますね。おー、すごいですね。あ、これでサシャが仲間になって、あ、で、はい、チーム加入してましたね。はい、行くぞ一緒に。でサシャは捕獲のサシャはですね、これはおお。これ今左に回るって出てると思います。はい、ほんとだ、網持ってる。で丸を押すと、おお、え、まあこれ今あの一緒にまあ捕獲したら、本来だったら足切らなきゃいけないのをさっさと協力することで一気に捕まえる。あ、なるほど。佐々木さん今クリスタいた、クリスタ。クリスタいました。クリスタあの助けてくれますか。ぜひ助けましょう。まだ全然時間ありますからね。真っ先に助けて、もしかしたら生アフレコしてくれるかもしれない。おいい振りをするぞ先輩が。わからないよ。するかはわからないよ。クリスタにお願いして、あ、無茶しないでって言ってますね。さあクリスタが回復して、サシャは捕獲ですけど、ユミルは回復してくれるので、ちょっと今見えなかったですけど、はい、クリスタは回復してくれます。なんか巨人が這い上がってきました。そうですね、今回こういった動きも、あの再現してますので、よりあの、どこにいても安全じゃないっていう。うわうわ、これうまく逃げるの大変ですね。後ろに回り込むのは、そうですね、同じを狙いに行かないと。でもこっち向こうとしてなかなか後ろを向かせてください。おー、あ、すごい、返り血がめっちゃ出てる。そうです、これも、あの、配置もそうなんですけど、その切った後、例えばステージの地面のとかのところに血がついたりとかいった表現も今回ちょっと新しくやってみたかったので、ちょっとやりすぎて、はい、あの表現上まずいみたいなことを言われたりもしちゃったんですけど、ね、いろいろ厳しい対象限定的なやつ、映像も綺麗ですね。フックドライブは見せられなくて大変残念だな。あれやらないけど、さあディレクターからそろそろ次に行ってやるのに、もうちょっと待ちましょう。え、マジ、服ドライブなしで行くの。さあ、見せたい、見せたいんですよ、見せたいんですけど、社長がさあ、ちょっと入れた、ぶっ飛んでいる。今のが、やろうとしてタイミング悪いと回転切りで逃げるっていう。クリスタ捕まってる、エスタだ、助けて。あ、よかったよかった、よかったです。あ、よかった、さすがサキさん。見てらっしゃる、いち早く見つけますよね。ちょっと
そうですそうです。そんなのよねってなんか。なんかね。さっき言われてる。次行きます。行きますかね。はい、すいません。皆さんの手で、はい、そうですね、はい、ありがとうございます、はい、ナイスコメントでした、はい、じゃあ一旦漏れちゃう、漏れちゃう、え、もう出していい、はい、出していい、え、これ誰が変わったの、これ、これは誰、めっちゃ巨人やん、誰とかじゃないですよね、巨人、鈴木さんが今操作してんの、これ、はい、操作してる、目型の巨人を、誰かわかんないけど巨人側の馬を引っ張れる、すごい、すごい、誰だろうね、すごい、正面から行ってもいいんだ、うなじとかも関係なくなってますね、ちゃんとあの硬化して足が色が変わる、色が変わってる、はい、一格ゲーみたいになってる、確かにハイキックハイキックすごいな、あ、下側みたいなの、わー、強い、あ、ご想像にお任せしますが、いろいろと巨人の方は用意してますので、みんな操作できるんだ、そうですね、まあ、シーズン2まで出てきたところはということを、あんなちっちゃい巨人もいるんですね、はい、人間と、そうですね、3メーターぐらいですかね、確かね、小型のやつは、じゃあ巨人化に関してはこの良きところ、それ以上でバレちゃうので、はい、はい、ありがとうございます、ライナーやるんだな、今ここで、ああ勝負は今ここで決める、また前回の生放送を使っていただいて、ちょっと誰かに似てません？似てますね、さきさん、左見てください実物がいますよ、似てるって違うだなありがとうございます、これがしおりね、そうなんです、これがしおり、あのバカなみたいな名前付け、名前って言われて、教官から、教官からバカみたいな名前はい、ちょうど目の前に、あ、あら、あとユミルがいるんで、ちょっと話しかけてみましょう、ほらほら、イチャついてんじゃないぞ、ミカミちょっとミカミちょっとミカミ、ミカミです、手当てまでしてもらっちゃってありがとう、クリスタ助かったよ、これは訓練の後の光景ですね、うん、気にしないで、すごい、二人とも、ボイスがここ、これからはちゃんと気をつけてね、なんで日曜パートでもこういったあのイベントが発生します、言われてるよ、眩しい周りがすごいですね、五光的です、あ、ね、あの好感度上がってる感じ、あれ、三上来たよ、ウェーイ、三上ウェーイ、あなたはどうしたの、三上だよじゃあまた、じゃあ選んでいただいて、三上はどうしたので、二人とも訓練に戻ろう、これって向こうの二人ですよね、よ、怒られてるよ、邪魔邪魔、出しちゃったみたいなの、いやいや、いいんだよ、二人きりにしてクリスタは俺たちのことは、いつもよく見てる、違うじゃない、あの前回からの流れ引き継いでますよね、あの逆の私、あんまり戦闘は得意じゃないけど、こういうところ、クリスタと二人きりでいたいってなったら、やっぱり二人とも訓練に戻ってってシェシェイってなりました、また来てるよ、また来ました、いや。クリスタは偉いなやっぱ偉いですよ、自己愛がひどい、はい、正解です、実はこれ前回やっているところだね、まあ、復讐の意味もこのセリフ実はやっていて、今の私には大したことなんてできないし、ちょっともっと専門的な処置が学べればいいんだけど、大丈夫だよそのままで、まだ中東兵団の診療所に行ってみるのはどう、人手が足りなくて手伝いを募ってるって聞いたよ、アルミかっこよくないですか、中東兵団の診療所か、そんなことなかったな、その話長官に詳しく聞いてみるよ、急
一番下水からね。自分も一緒に行こう。本当嬉しいな。今のまドキドキしますね。いけない、私はそろそろ戻らなきゃ。アルミンとジャンはもう無茶しちゃダメだからね。つまり好感度1回しか上がらなかった、はい、あれ、本当は3回上がるタイミングだったんですか。そうですね。あら、まあ、すごいですね。でも正解はであればですね、はい、でまあ、ちょっとこういったエンコードにもレベルみたいなのがありまして、こうやってあの積み重ねていくと、あの例えば今回クリスタがスキルを教わったりそうですね。おねだり上手をしてるんですか。おねだり上手を覚えました。ちょっとこの手帳はいろいろあのちょっと開発あの、ね、理由があってあれなんですけども、はい、でスキル自体はあのプレイヤー自身が付け替えることができるんで、いろんなキャラクターと仲良くなって、はい、いろんなスキルをもらって身につけていきましょうという形で、でここで、はい、これ実質、まあ、ちょっと見せませんけど、うん、一応実質で自分の見た目変えれるようにしてますので、まあ、すごい、今の見た目は変えたくなったらいつでも自分の部屋に来てあの変えることができるんだ。三上の部屋だね。確かになんか嬉しいですね、自分の部屋があるっていうの。うん、より一層こう物語の中に自分がいる感が、ね、確かに、キャラクターがいっぱい。ちょっと今回じゃあ新しい要素で、うん、あの何か提案があるか。兵団にいろいろ提案できるあの仕組みがありまして、はい、まあ、こちらの軍備増強というのは先ほど戦闘でお伝えしたあの拠点ですね、戦闘中に建てた、それをパワーアップしたりできます。ここでそれ以外にですね、この地策というものがありまして、まあ、兵団に対してこういった運動をしてくださいねっていうことをお願いすることで、まあ、それぞれ記載の効果が出ると。炊き出し、あの炊き出し、炊き出し見ます。あの清掃はさ、まあ、あれいつもだからさ、炊き出し、はい、炊き出しにしましょうか、うん、じゃあ、なるほどね、ちょっとこれを選んで、うん、提案してみましたね。意見があればいつでも来い。でちょっとこう周りをあ、来た来た来た、あれ、炊き出しだ。美味しそう。あ、満足してますね。みんなご飯を食べてるのに、ミカサはエレンはどうしているだろう。ちょっとこれ、すみません、ミカサのポジションがあまり良くない。ミカサの中でみんなでご飯食べてる。よかった、やばい、ご飯大事ですからね。みんなどんどんおかしいね、ご飯食べに来ましたね。そうだね。あのこの効果としては次の戦闘で味方の兵士の能力が上がるので、まあ、ちょっと難しくてなかなかあの戦闘クリアできないなって人はこういったものを活用していただくと思います。すごい。じゃあちょっと今度は別のとこ行ってみましょうか、うん、訓練の方とかに、はい、はい、先ほどちょっと訓練の話が簡単に出ましたけども、はい、あのプレイヤーの能力を高めるためのところですね。で個人で訓練もできるんですけど、例えば他のキャラクターと一緒に。いいですね。誰がいいですか。誰かいます。あ、コニタンにしましょう。コニタンにしますか、はいはい、コニタン、ちょっと失敗する場合もありますが、いいやつなんですよ。なんか三上とコニタイプなのかな。コニーにやる。まあこういった感じで、仲間と一緒にでも訓練した方が効果高い。ちょっと倒れ方が三上っぽい。パーってじゃちょっとまた別のところに行ってみましょう。別のさっき戦闘であの巨人を捕獲してたと思うんですけど、じゃあその巨人は一体どうするんですかっていうところですね。ハンジさんがよだれ流しちゃう。そうですね、ほら、あら、ハンジさんがいる。ちょっと今バグってローディング。いやー、まあこういった感じで開発中なんで、まあそこら辺で実際、まあ、あの捕まえた巨人っていうのはあのこの人に話しかけて、まあ納品するじゃないんですけど、あの捕獲した巨人を渡していくことであの研究所のレベルが上がっていきます、で研究所のレベルが上がるとあのここでしか取れないスキルであったりとか、はい、戦闘に持ち込むあのアイテムですね、携帯アイテムっていうのが増えていったりします。なのであの積極的に巨人も捕獲していただいて、あの自分を強めていっていただけるといいなと思います。ハンジさんが大喜びです。いやー、捕まえちゃいますね。ハンジさんのために。じゃあですね、はい、あ、せっかくなんでエレン君に会いに行きましょう。お、何してんのかな。主人公掃除してますね。掃除してるじゃん。で今回ですね、あの、まあ、
メインのストーリーも、うん、ストーリーの戦闘以外にも、まあ、調査任務という形でいつでも戦闘に行けるような仕組みがあるんですね。でその時にですね、まあ、一人で行くのは寂しいなというので、うん、どうせなら一緒に行かないってお誘いすると、掃除をサボってでも来てくれると。これでも兵長が、うん、ここは切れるんだよね。後で、まあ、後で兵長に怒られるのはエレンなんで、まあ、それはしょうがないです。で、ちょっと先ほど私服の着せ替えのお話あったと思うんですけども、うん、実はですね、こういった自分だけじゃなくてですね、うん、日常パートにいるこの子たちの衣装が変えられます。例えば、今ここで着替えちゃうの？さすがに生抜きはしないんですけども、ちょっと例えば違う衣装を変更してみると、パッと。わー、いいですね。白シャツ。パリッとしたなー、エレン。いいですね。で、日常パートにいる各キャラクターたちに衣装を着せ替えられるんで、どんどん好きな衣装に変更してもらって、あとダウンロードコンテンツで、はい、各キャラクターの衣装っていうのを配信する予定でもいまして、そのダウンロードコンテンツの追加衣装もこの日常パートで着せ替えて、お気に入りの服を着せることができます。前は戦闘のところだけだったんですけれども、はい、今回は、まあ、街の中でもということで、はい、で、まあ、この形でこの人が調査任務の担当官なんで、話しかけることで一緒に戦闘に行けて、で戦闘を終えるごとにまた有効度も上がりますので、仲良くなりたいキャラクターと、まあ、積極的に任務に出ていくのがいいかなと思います。はい、はい、じゃあひとまず、はい、日常パートに関しては今回はここまでということでお願いします。後ろだ。